志望校を変えた時の悲劇。志望校の面談の時に毎回言っているのは、行きたい高校をまずは選びなさいって言ってるのよ。これなんでかっていうと、自分はだいたい偏差値58とか57ですから、62の高校に行きたい。でも自分が手が届くのは58の高校だと。俺がおすすめするのは、62の高校を受けて、併願がっちり固めて、落ちる覚悟が62の意見で俺を習い。そっちの方が後々実力は伸びやすい。高校受験が最後の人生のゴールじゃないし。だから、なんか悲劇で言うと、もともと自分は60の高校に行きたい。で、なかなか成績が伸び悩んじゃって、60の高校に出したんだけど、倍率が高くて届きません。で、妥協して選んで入ったする。これって、スタートの入り口が妥協して入ったの。高校生活入って授業を受けたとしても、どうせ自分がもともと受けてた高校よりちょっと下だし。舐めるんだよね、それって。ってなると、まあ大体大学受験も失敗する。まずは自分が、生徒が納得いく形で志望校を選ぶっていうのが必須条件。で、その上でつまずくのが嫌、落ちるのが嫌って人は納得して志願変更をしてもらうっていうのがすごく大事かな。人生の失敗は早いうちにしといた方がいい。受験でちょっと失敗したぐらいで人生大きく変わんないから。私立はね、面倒見いいから大丈夫だと思いますよ。